12レースは瀬戸内ドリームインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。1コースから好スタートは1号手のカヘラ、角から4号手の上平、石の1枠逃げる1号手のカヘラ、2号手辻刺すまくっていくのが3号手の平尾、展開つく5号手寺田翔、4号手の上平、6号手守屋で向こう正面です。ここから押し切った先頭1号手カヘラ勇気、さあ2番手の手は4号手、5号手、3号手、2号手からもうかというのは6号手守屋、一緒にコーナーの世界スタートは成長、2に変わって2号手辻先手から4号手上平逃げる、なんでいったか5号手寺田ズボッと3号手の平尾の差しどうでしょう。先頭は1号艇カエラ、リバって一歩先行する4号艇のウィヒラ。まあ一定心いければ十分かなって感じですけど、うん、はい、はい、船足の良さってのはこの実戦の中でも確認できました。まあインコースで水面も良かったんですけど、はい、展示からずっと乗りやすさがすごいあったんで、はい、まあ、展示での感触的にはその足としては普通かなと思いましたけど、はい、周り足 の, その乗りやすさとかその辺がすごいなと思いましたね、はい、普段どんだけ乗りにくいのに乗ってんのかっていうぐらい乗りやすいんで、はい、明日も一生懸命頑張ります。応援お願いします、はい。岡山勢ね、当然地元勢頑張っておりますけれども、初日の瀬戸内ドリームを制したのが地元貝原勇気選手です、はい、明日頑張ってください、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。